どんどん色がなくなっている。モンスターだ。あれを取り返さないと。ジョンです。やっほー、キーキーだよー。今日はロブロックスのこのゲームをやっていきたいと思います。絵はフィンガーフリーなんだけど関係ありません。グッドボタン、チャンネル登録、コメントもしてね。早速ストーリーに入っていきます。なんかボーリング場だね。そうだね。お金がね落ちてるから拾うとこのボーリングとか後でねゲームできるよ。やりたいやりたい。集めて見つけれてる？見つけれてると思う。ケーキ順調に今27ドル見つけました。ここは今16ドル。よーし。いいねいいね。よし。なんか。買いたいね。コーヒー買いに行こう。これねコーヒー買うと後で回復として使えるので。そうなの？そうそう、買っとくのおすすめ。10ドルでね結構するんだけど、後でボーリングゲーム始まった。このボーリングゲームでストライク取ったらねプラスでお金もらえるから、この真ん中で止めて。はーい。待って、めっちゃ下手くそになっちゃった。一本も倒せてない。俺もだ。いや、一本は俺はいけた。ケーキもう一回プレイします。真ん中狙って、待って、ナイスストライク来たんじゃない？イエーイ！2個残っちゃった。ジョー2個残ったね。うん。ケーキストライクでめっちゃお金もらえた。今42ドルに増えました。60箱は。1ドルぐらい。もう一回やっちゃおうっと。ストライクきたー、きた。待って、めっちゃお金増える。62ドルにケーキもなりました。これちょっとコーヒーもう一個買いたい。あ、お金こんなところにまた見つけた。みんな結構知らないのかな。いや、多分知ってる子もいると思うよ。見落としてたのかな。もう一個コーヒー買いたいからちょっと買いに行きます。コーヒーください。コーヒーお願いします。コーヒーもう1個ください。あ、ダメらしい。なんか無限にはやっぱお金あっても買えない。待って、こんなところにもお金がありました。ちょにあげる。ありがとう。矢印に沿ってあの家に向かいます。レモネード2つください。ケーキも1つ買おうと。何個まで買えるんだろう。2つまでしか買えないんだって。買いたいな。もっと買いたかったよね。Eさんの部屋結構キュートな感じだね。壁紙とかさ、床もなんか可愛いね。目標がコンソールルームに行ってゲームをプレイしようだって。スケボーのゲームだよ。スケボーか。ケーキ結構得意だよ。本当に？まあちょっと嘘をつきました。この障害物に当たらないように速攻当たっちゃった。ここをね飛び越えてタイミングよくジャンプを押してください。またぶつかったんだけど、今日ちょっと調子悪い。わお。練習でやった時は一つも当たらなかったんだけどな。見て、ゴーストみたいに前に。これジョンかな。なんかちょっと前のプレイヤーが見えるね。ひゃっほー。ジョン調子いいね。一回当たったけどね。今気づいたけど、これ当たるとちょっとずつライフ削られちゃってる。ケーキ100だったのに今94になっちゃってます。まあでもレモネードね買っといてよかった。飲んだら回復するので。ちなみにレモネードよりもコーヒーの方が高いんだけど、コーヒーの方がライフは回復します。で話してるとこの当たるっていうこの悲しみ。ピエン丸ピエンのすけ。でもゲーム楽しかったね。これ1位とかになってるとお金またもらえてたりするのかな。E さんがコーヒー入れてくれるらしいよ。やったー。コーヒー飲みたい人。はい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 。僕。はいはい。はい。一つだけ？一つ？これ毒入ってたりするのかな。お腹壊す系とかある？ないと思う。じゃあ欲しい。このコーヒー本当に美味しい。作ってくれてありがとう。7も回復した。待って、電気消えたよ。停電？なんだろうね、故障かな。よし、イーさんについていこう。外の。いた、ここにイーさんまだいる。外にブレーカー見に行ってみよう。なんか、壊れたのかな？大丈夫そうだって。ほんとか？今の声聞いた？なんかあったのかな？ここから離れた方がいいと思うんだけど。誰かいますか？大丈夫ですか？ついていってみよう。そうだね、みんながバラバラになるの危ないもんね。ちゃんとみんなついていこう。一緒に固まって行動した方がいい。そうだね。2階から声がした気がするから2階に上がってみよう。キキいた？誰？走ってー。走れー。いた？なんかさあ、名探偵コナンの悪者の人みたいな人いた。また知らない人出てきたんだけど。やあみんなーって、カーボーイさん味方だよね。助けてくれたんだよね、多分ね。一体何が起きてるの？説明してくれる？あなたは誰？サマーって言うんだね。E さんとペーターで、私はケーキ、彼はジョンよ。カーボーイスタイルかっこいいね。うん、テンガロンハットがイケてる。大きな問題が発生してるの？本当？3次元のポータルを誰かが開いたんだって。それはやばい。3つのペンダントが必要になるだろう？サマーがつけてるのが1つってこと？ここ何？趣味悪っ、この部屋。ドクロ燃えてるんだけど。隣人さん結構危ない趣味してるなぁ。そしてこのちょっと唐突な犬。ケイキー、そんなんやってる場合じゃないよ。ちゃんと話聞いて。そうだった。ごめんね、ジョン。もう僕たちしかいないの？私たちで何とかするしかないってことだよね。とりあえずペンダントを探しに行こう。そうだね。まず武器になるもの探さないと。ハンマーにした。ケーキ何にしようかな。バットにしよう。長い方がなんか有利な気がする。みんなは準備できた？よし、ついていこう。サマーの方に一緒に行こう。もう本当にケイケイたちだけしかいないのかな。それから2時間後。結構歩いたね。疲れちゃった。みんな疲れてるし、ここでちょっと休憩だね。ここ、不気味だね。なんか怖いよね。そうだよ。ここが一番開けた場所だから、ここに火を起こす道具をちょっと見つけてこよう。薪とか石とか集めよう。多分森だから、いっぱい資材は落ちてると思う。森は暗いから、はぐれないようにみんな気をつけて探しに行こう。長押しでピックアップできるんだね。手伝えよ、ペーパーとイーサー。両方名前間違ってるけどね。ペーターとイーさんだから。失礼しました。なんかこの二人がっくりしてるね。さっきの怖い事件もあったし、結構疲れちゃったんだね。本当に肩落としてるもん。ちゃんと2人で集めるからもう少し待っててね。どこにあるかね、虫眼鏡で分かりやすくなってるから大丈夫。すぐ集められそう。日もすっかり落ちて寒くなってきてるから早く火を起こしてみんなで温まらないと。俺焼きマシュマロをしたいな。マシュマロ焼いたやつ美味しいよね。でもそもそもマシュマロがないね。そうだった。食料何も持ってきてないんだった。俺たちは森の中でいろんなものを集める。なんかジョンが歌い始めたね。このね、暗い中にいたら気分が落ちちゃうから歌うことも大切だね。今日の森の中はやばすぎる。あったかいね。キャンプファイヤー温まるね。そうだよね。お腹空いてきたね。そうだね。ケーキ、あとコーヒーが一つあるけど、ジョンなんか持ってる？何も持ってないよ。あっちあっち。やけどしちゃった？しちゃった。一個ね、ちょっとね、減ったかもしれない。ライフ減るんだね。あっち。本当に減っちゃうね。危険危険。あと27分。もう時間がないね。急がないと。ここの中のどこかにペンダントがあるってこと？とりあえずサマーについていくしかないね。ドアがロックされてるみたい。開けられる。何かを探さないと。なんだろう。とりあえずコーヒー飲んでカフェイン摂取して眠気を覚まそうっと。ボタンあったよ。ケーキ押していい？ナイスナイス。なんかちょっとずつさ、色が失っていってるね。そうだね。セピアカラーみたいな感じになってる。ちょっと怖いね。誰？モンスターじゃない？倒せ倒せ。来た。やっつけよう。ジョン、そのハンマー結構強い？多分。はあ、大丈夫だ。今のところ全然食らってないよ。 HP 全然大丈夫。ジョン、任せて。ケーキに。いたいた。やった、やっつけた。やったやった。でもさ、あと何人倒したらいいんだろう。とりあえず先に進もう。確かに時間もないしね。誰なの？発明家だと思うよ。科学者？多分。ペンダント持ってる。味方ではなさそうだね。ねえ、ペンダント譲ってくれない？確かペンダント3つあるってサマー言ってたよね。まさか。うわあ、戦うしかない。譲ってはくれなさそうだもんね。そうだね。動き回って。はーい。危ない。動いて。じっとしてたら危ない。これ、待って、これはジャンプ。やばい、むずいよ。ライフ結構削られてるね。うん。しかもさ、もうだいぶ白黒に近くなってる。色がないよ。とにかく攻撃を避けて。あの機械のパワーがなくなるまで動き続けよう。ジャンプで避けて。タイミングをよーく見てね。次は爆発を避けて。もう少し。結構ライフが減っちゃってる。ジョン、大丈夫？大丈夫だよ。僕たちどうなったの？二人とも死んでる。世界から色が消えた。もう元の世界に戻ることはできないの？まだ方法があるの？それを試そうよ。サマー、君は何を言っているの？誰かが犠牲にならないといけないなんて。そんなの嫌だ。他の方法を探そう。そうだよ、まだ絶対に他の方法があるはず。絶対にサマーを犠牲になんかしない。みんなで元の世界に戻ろう。サマー！数週間後、オールドワイルドウエストのどこかで。あれ？私たち生きてる。あの声はサマー？こっちに来てって。本当？逃げろー。サマーのところまで行こう。いや、撮影を撮ろう。よし、サムネを撮ろう。よしよし、行こう行こう。なんかかっこいいね。スーツみたいなの着てる。なんだろうこれ。結局生きてたってこと？多分そうだね。夢かもしんないよ。早く来てって言ってるね。でもさ、あの後どうなったんだろう。わからない。待って、早く行かなかったかもしれない。こんなことある？ Oh my goodness。最後まで見てくれてありがとう。グッドボタン、チャンネル登録も忘れずにお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。